グアディクスは、スペイン・アンダルシア州グラナダ県のムニシピオ。歴史的に、アクシタニア地方と呼ばれる地域にある。シエラネーバダ山脈北陸にある。海からの影響は山に阻まれ、気候は大陸性の地中海性気候で、夏は暑く、冬は寒い。洞窟住居、レバンテ地方とヒスパニア・バイティカの間にある自然の、通商路が通っており、かつては、アウグスタ街道が通っていた。 カエサルによって植民地とされ、紀元45年にはユリア・ゲメラーキと呼ばれていた。ローマ師団はこの地に入植して、原住民から妻をめとった。時が経つと、この植民地は独自の通貨を鋳造するようになった。西郷東国時代、グアディクスの町はトレド教会会議において最も顕著な教会としての特性を獲得していた。ヒスパニアの王が重要な決定を下す。 首都としての特徴も持っていた。アルアンダルス時代、都市はアラビア語でワジアシュと呼ばれた。ワージはカはアッシュとはアッコサイのアラビア語表記である。ナスル朝時代はシタデルを持つ33のマディーナの一つであった。イスラーム勢力は1489年にカトリック勢力に降伏したが、カトリック勢力によるレコンキスタ完了後も宗教的、文化的な争いが頻発した。 シエラネバダ山ヤクナム山毒で起きたアルプハラス反乱は最も大規模なものだった。フェリッペ二世時代の1570年代、王はグラナダ王国の残党であるイスラーム教徒を追放してラマンチャ地方やエストレマドゥーラ地方へ入植させた。しかし、追放された人々の中には密かに舞い戻る者も,もおり、彼らは山肌の粘土を掘ってそこに住居を作った。 スペインハプスブルク家は過酷な懲罰を加える一方でアンシャンレジーム体制下での都市憲章をグアディクスに授けていた。ありがとうございます。